ああよし、こっちは大丈夫で、はい、ではただいまかより、2018年12月29日土曜日、仙台プレイランド FR、スーパーストリートファイター 2X12 月度月例大会始めていきたいと思います。イエイ、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日は6名による、ブロック分け、2先リーグ戦とさせていただきます。3人3人のブロックに分かれまして、総当たり戦をやっていただきます。2試合選手制です。で、上位2名が、勝ち上がり決勝トーナメントといきなります。得失点差は1周目数えず、同率の場合は2周目以降得失点差、あの試合数の得失点差を数えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。という感じで、じゃあキャラ固定の2先戦やっていきましょう。では A ブロック、ユッキー X バルログ、アンドレ X ザンギ、シマツヤ X リュウで、 B ブロックがリョウジ S ホンダ、竹風 S サガット、ベンダ X ホンダという、そんな感じになりますので、よろしくお願いします。じゃあ最初 A ブロックからやっていきましょう。ユッキー対アンドレ、あ、ちょっとゆっくりいきましょう。はい、じゃあ2試合選手制ですね。で、1P がアンドレさんで、2P がユッキーさんですね。はい、では、始めちゃってください。お願いします。はい、本日2作制です。キャラ編なしで今日は2作制となりますので、よろしくお願いします。ラウンド1ファイト。さあ、始めます。さあ、この組み合わせは、どっちもどっちのイメージあるんですけど、まあ、大体バルログ有利と見て間違いないかな。捕まえられるのはワンチャンなんですが、捕まえ方がかなり大変です、ね、先端だ、バルログの爪の先端が確か返せなかったはずなんです。さあ、ビシッとトラを引くバルログ、まず1本取ったのは2P、ユッキーバルログ。さあ、しっかり返していく。斜め後ろための前軽弾なんで、こう当時としては特殊なコマンドなんですが、しっかり出していって、そしてめくりフロアがある。さあ、捕まえではザンギ側にもワンチャンあるんですが、どうやって捕まえるかというところで、さあ、かなりザンギ側にシットが問われる。さあ、コパンで落とす。さあ、めくり、これは中遠距離を保つバルログ。さあ、足払い、ガン出したところにちょうど飛びがあって、体力差をさらに広がっていく。さあ、バルログが最後は相打ち。まず1試合取ったのは、スピーユッキーバルログ。上からかぶさっていく。上からかぶさればザンギはもう最強なんですか、この組み合わせ。さあ、しかし、さあ、一応ザンギ前にスクリュー前ないですが、バルログ必死に暴れて、これでまずユッキーバルログは1本選手、これでリーチ。開幕ダブラリアとのこれはッキー。さあ、暴れを読んでいったが、ここはローリングクリスタルフラッシュ、久々に技名が言えた。
コパンで落として上からかぶせてアイアンクローからのしかしバックで返っていく垂直ジャンプ台で先に置いてあったこれでゆっくりじゃなかったアンドレザンギが一歩取り返してまだありますよと、はい、あっとしゃがみ台パンダー打ちコパンで落として小足スクリューさあ捕まえたさあしかし足払いさあテラーで暴れるめくり正面めくりこれもガード垂直ジャンプ台パンすごい当たり方をしたこれで勝ったのはアンドレ・ザンギエフさあ1-1並びました捕まえるとザンギが割とチャンスがある数字上はどのくらいなのかちょっとわからないですが捕まえるまでが大変なんで3から 3.5 ぐらいなんでしょうかザンギがもっとありそうな気がするんですけどさあ正面落ちさあストマックロからのバック転でバック中で逃れるがさあおーっとノンド読みかさあ捕まえたさあ足がギリギリ挟まずさあこれはジャンプダイパンさあ何かを掴んだかおーっと最後はダッシュです上りジャンプダイキックロケッティアで返してさあ逆リーチを取ったアンドリー・ザンギさあ裏からさあ上からかぶさるさあもうコパンで落とすうそわーっとさあ捕まったさあテラー暴れていく暴れるしかないコパンで落として追っかけて撃墜できずさあどうなるストマック暴れていた勝ったのはアンドレ・ザンギエフ 2-1 で勝利まあ得失点差1周目は関係ないのでじゃあユッキーさんと俺いきますかさあでは、A ブロックの第2試合ということで、ユッキー・バルログそして千夏屋龍ですねユッキーさんなんか久しぶりに大会で見るような気がしますけれどもキャラは、バルログ今回があるんですけどねさあ2試合目ユッキーさん取られてしまったので2試合目ドラマにもここで敗退がかかってしまうのかなというところですねそしてでは、スタジアリーですが、今のところ端に思ってやっているが、一気に強くしなくて、ここは投げるという体力ですね今回のキーバラリーですさて、2試合目開幕はバックジャンプで、さあ、捕まえたそして、端に追い詰めて、ネチネチ前に出て攻めようとしていると体力がどんどん投げられてきましたおー、竜巻から勝利を当たり、ここは表、投げ返すおー、勝利ちゃんと当たりますねさあ、最後前にバイブンが出て追い詰めるここで、優がどれだけ我慢できるかなんだけれどもあともう一発ぐらいの体力になってしまったさあ、ユッキーバルログマッチ食らわないと大丈夫なのかなここでやってしまった大勝利ですかね波動漏れかもしれない1試合目はユッキーバルログが取りましたまあ、2試合目、ですけれども本当は松屋龍が取り返せるかどうかここは飛び間に合わないですねさあ最後端にこもる松屋龍だがマリオパンチでこれ減りますね体力一気に半分以上減ってきましたこの時はガード間に合う距離でしたさらに端に落ちててどうしたまた謎のバルログになってそしてこれは2発連続は通らない波動はちゃんと避ける
わーちょっと着地にシンクが出ましたね。ちなみにこの配球シンク前ですからね、ちゃんとシンクを複数発当てに行ける。最後この走り追い込んで天空さんがチクチク刺す展開になっている。前に出たり下がったり波動の出がかりをこの滑り刺すのがポイント。今のところまでいってるが、たまにこういう形でバッチ合流なのか出てくる。これは翼じゃないけれども当たっちゃった昇竜ですね。ちゃんと蹴りが間に合う。さあお互いあと一発のところで、なんか蹴りが漏れたところにシンクが当たりましたね。いい感じで島津龍がこれ2発止まりですかね。2戦とも真空で勝つという気持ちのいい終わり方で、まあ、お互い 1-1 となりましたが、3試合目さあファイヤーハードで追い返してアントニーから追い返して最後下がり、まあ、ここはちゃんとガードをついている。でカルセラムの終わりにハードをセンターでダウンを取って、手が投げるんですよね。足を締めて今度は始まりで悩み合い、ここでユッキーさんがカルセラムを出して仕掛けるかどうかですね。さあ、島津屋龍が乗り返す。おー、ダウン足チーク、そして遠方からの波動が当たって、さあこれで島津屋龍がリーチになりますね。これは金沢君には粘りたいところ、愛を爪でチクチクやって、ここはちゃんと回復の形が当たっちゃいました。波動で追っ払う、ちゃんと足バレ波動で追っ払っている。清潔に当たって、ここはちゃんとカウンターで爪を入れましたね。今のバルクルが当たってました。おお、強気の昇竜、しゃがみ中パン、島津龍が2試合連続で取り返して、これで島津龍が勝って、ユッキーさんが残念ながら敗退決定と。 A ブロックの3試合目はアントレザンクと島津龍ですね。こちらも一緒しているので、これで勝った方が A ブロックの勝ち抜けということになりそうです。2人とも決定で、A ブロックの1位がどっちかというところですかね。これあの1位と2位でハンデあったりするんですか？ありますかね。なるほど。今アンドレさんもおっしゃってましたけれども、これ B ブロックホンダが2人いるので、2人ブロックから勝ち抜けとなると必ずホンダが抜けるという展開ですね。まあ残に使ってるからこれはもうしょうがないですね。どっからキツイキャラに当たってしまうと。ほらアンドレさん、さっきあのバルログキツイキャラのはずだけれどもしっかり勝ってますからね。U は雑誌的には相性が悪くない組み合わせですし、たくさんこの組み合わせにやってるようからね、あとはどれだけ経験値を生かせるか。さあ2対2ランが入りました。シンクはまだ溜まっていない。あーこれアントニスでファイルドライバー食らっちゃったパターンですね。1本目はアントレザン、おーいきなり吸い出した、うまい中継。あっという間に体力半分減ってしまって、アントレザンクがチャンスを伺ってぐるぐる回っている。このぐるぐる回っているところでちゃんと足払いを決める島津龍だな。ここはエイジですね。今のはダイエットからのスクリューを狙いましたね。さて体力よくうわーきついかと思ったら、さっきと同じパターン。これ大で一気に2月入りました。1試合目はこれはアンドレザンギですね。さっきから勢いに乗ってますね。この試合取ったらアンドレザンギが1位抜け確定です。さあアンドレザンギがホンダの国に行くのかどうか、この試合で決まるかもしれない。
はい、足払いでございます。今ちゃんと上を見ていた恐竜が最大に当たりました。タイヤをもらってしまって、今度はタイヤスリッチ、しかし近づいてちょっとこのスキルストリー遠かったかもしれない。そして実質が当たると気寄らないものを突き出して1目は夏やりファイヤーハードで飛ばしました。右足で8点と、これは2つ入らない。ちゃんと距離読んでましたね。そしてこれギリギリスキルが入るぐらいの距離ですから、おーちゃんとスキルできました。さあこれでアンドレザンギがリーチ。3本目ファイヤーで1回酔っ払って、ここはダブラで当たらない。かなり警戒しているところだが、今のところは回っていない。しかし捕まってしまったな。あとが見える夏やり、でも始めてしまったので、これ下手なことをすると終わってしまう。あー足払いで溶かして、いろいろやって警戒はしているが、これだけ近づく、あるいはちゃんと上向いた。これはガードで終わりですね。さあ取り返しました。これで島津屋リューを取ってお互い1-1ですね。さてこれでステージが変わって特殊ステージですね。さっきの速いステージからいって普通の速さ、相手が当たるけれどもスタッフでちょっとスクリーンが動いてるよ。足払いで取ったらもう繋がってないけれども中心からの勝利です。そしてお今結構距離遠かったけれどもちゃんと繋がってましたよね。オンロジョンはかなり階段に近いです。アシアリューがこれでリーチ。アシアリューがそのまま取ってしまうのか、ちゃんと上は見てますね。飛びを見せて揉まれて、これはとしているけれども、まだワンチャンある前に、これはただガードで終わりの距離です。というわけで本田の国への入場券手にしたのが島津屋流ですね。はい、ベンダさんありがとうございます。では、B ブロックいきましょうか。両次 S ホンダ、竹数 S サガット、ベンダ X ホンダで、最初の試合が両次対竹数でお願いします。あ、ゆっくりゆっくり大丈夫じゃないですか。さすがにコマンド間違ったらノーマルサガットでやってほしいっていうのはありますけど、まあ今日は大丈夫ですか。多分はあ逆だ、1P が竹数 S サガット、2P が両次 S ホンダ、どっちも S です。前のバージョンでやるって話前のバージョンでやるよ。さあ X はね、まあ、長いその竹への歴史の中でも初めて芸術性の消費型が導入されたゲームですよ、これ多分。確か逆に言うとストリートファイターシリーズでスーパーコンボ系、スーパーコンボ消費型が導入された、一番最初のゲームです。なのにゲージがない、これはいかにと。さあ立ち回りは強い。さあウエストウエストショットが決まって、まず1本取ったのは竹数 S サガット。
名前が濃いですね。ローマ字で書くとなぜかかっこいいこの名前。あ、しばらいタイプ。さあ下をうまくずっきり抜ける。さあ今度はずっきりギリギリ抜けるんですよ。上破りなんだけど下は浮いてるので、さあ下ショットをずっきり抜けれると。ただあんまり早く発動しちゃうと持続に当たっちゃうんです。あれがちょっとなかなか悲しいラインですが、最後はジャックずっきり暴れ。さあジャックズッキーはデカか、スーパーズッキーはデカかに無敵あるんですが、ジャックが一番地獄が長いと。さあ下ショットをずっと抜けていく。無敵じゃなくて普通に抜けてます。さあズッキー、さあまずい。さあズッキー、ズッキー、まず1本取ったのは中継ビオジホンダ。さあこれホンダ側がなんかサガット入り込んできて、俺のすぐ何してるんだって感じに なると思ったんですけど、これ逆になるかもしれない。デスサガットがひどい目にあってしまうのかもしれない。さあ相打ち減ってる。第3対空しっかり見ている。さあホンダ使いは要所要所の対応がかなり的確に対応してくるんで、その辺がやっぱ怖いです。さあ下ショットはぶつけ抜けれる。上ショットは抜けれないけど、さあ危ない。ああ、上からダッチか最大に切ってしまう。敵をジャンプで越えると上からスリコンは確かに出ます。受けてなんですが、ちょっと難しいですよね。向きも変わったんで。さあ砲台が非常に、さあ下ショットは抜ける。うわーきつい。これもしかして予想以上にきついやつか。実はこれは予想以上にきつい組み合わせなのか。さあフェイントで上をまま混ぜていったが、上から止まれる。勝ったのは 2P 両次本だ。じゃあ竹数さんそのまま連戦で、ベンダさんと竹数さんです。はい、ちょっと待ってね。ベンダさんが来たね。はい、ではお願いします。竹和さんはここで負けると落ちが確定しちゃうんで頑張ってください。さあベンダー X 本、ベンダー本が対竹和 S 高く。さあジャック、そしてゲージがついた X 本だ。スーパーフックがある、大いちょうがある、いっぱい技が追加されました。X から、S から、スーパーストリートファイターから、次のバージョンアップ、この X までに技が2つも追加されます。なんていい力でしょう。さあ、上ショットは敵に抜ける。しかし、ラクレット出かかりですね。こっちジャンプ台形が当たって、まず1本取ったのは、竹風スタガット。さあ、基本。さあ、下ショット。そして百列、さあ百列は X になってからああいう風に前進するようになりました。さあ見ている。さあズッキーで抜ける。さあ百列上から踏む。竹風エスサガットがまず1試合選手。さあ竹風死なず、まだ死なず。本物はさあズッキー開幕当たる。竹風が当たった。さあ下ショット足払いタイプ。竹風にズッキーが当たる。上から踏む。竹風ショット、竹風上から踏む。さあピヨった、ピヨって上ダイパー。わー、竹風スポンジした。
さあこのスポンジがまさかの、さあ何もすることがないということはないが、あー最後はタメが完成していなかったか、あと鬼無双でしょう。しかし若干の技が出ず、これでリーチ足払い対空、足払いがしっかり対空になるあたり、見合って発揮を痛めかず、さあ下ショット、あっどっちだ、さあ結構どっちも怪しい、上ちょっと当たって、さあどっちだ、上ショット、上から踏む竹数勝利ということで、竹数 S サガット勝利で 1-0 です。さあここで領事さんが勝てば、B ブロック終了、ベンダさん勝てば、リセット、対する 2P ベンダ X ホンダ、さあなんか、あ逆だ、 1P がベンダさんだ、さあなんかベンダさんはなんか北の横綱という称号が ついてるのか、この間なんかそういう風に言われてました。さあおお、あっとこれは鬼武装からのめくり、あっと百列で暴れるリバーサルアタック、一本取ったのは両ジェスコンだ、はっけよいはっけよい、さあズッキーズッキー、さあ相手が起き上がらなくなるまで倒れる、あ起き上がらなくなるまで戦う相撲、さあ100列吐いてこれで取り返す、取り返すコンだ、ズッキー、さあ弱ズッキーで返す、さあ飛び越えられなかったからの客観落とし、位置が変わる、ずつきた、あゆしちょっと混ぜつつ、さあ弱パンで返す、ずつきに対して弱ずつき、さあピンチこうなるときつい、はいはい、最後は張り手とあゆし、さあまず一歩取ったのはベンダ X ホンダ、さあこれリセットが見えてきましたよ、これはリセットがあります、これ永久に終わらないまである、ズチャクズスキー完全に見合って先に動いた方が負けみたいな、そういう感じになっている、さあズチャクズスキー炸裂、最後は大百列、これでベンダ X ホンダがリーチ、さあズッキー、あのワン削りがこのゲーム本当重要ですから、リードしてれば攻める必要ないみたいな、客観落としからのめくり、百列で削る、客観落とし、弱張り手で割り込みつつ、さあかなり体力大幅リード、こうなるとさあ見合って、あとは相手の対応を待つ、ちょっと突き潰される、しかしそれでもまだ領事本田の方が体力的には優勢、鬼無双からのさあ相打ち、うわー体力逆転している、ここで終了、勝ったのはベンダ X ホンダということで B ブロックリセット、はい試合数得失点差ありの、2周目やっていきたいと思います、はい、もう一回です、竹数もう一回遊べると思うんですね、じゃあ領事さんと竹数さんもう一回、
B ブロック2試合目に入ります。エッサガットが割と猛威を振るうかなと思ったんですが、蓋を開けてみれば同率で全員星が並ぶという形。さあ、トライ特進点差、果たして意味があるのか。結構であります。前試合 2-0 ストレートは確かそんな感じです。さあ、上ショット当たる。さあ、エスペラの特徴といえば立ち回りは強いんですが、逆転性には若干欠けてくるんだ。キャラにもよるんですが、戻すと大体立ち回りが強くなります。ただスーパーコンボ超必殺技がなくなるので逆転性が若干落ちるというイメージ。さあ、ジャンプ体験からショット。あーっと、ピヨッタがこれは間に合わないのに下ショットであって、上ショット、着実からの上ショット、相打ち。ずーっと、これは張り手ちょっと進んで、さあ取ったのはロージーホンダ。さあ、これ終わんのかこれ終わりますかね。一応2周同率だった時のことを考えちゃうとちょっとあまりよろしくないので、僕の頭の中ではもう3人でジャンケンしてくださいになってますんで。さあ、このままだと終わりません。得失点差が一応動くといいんですけど、まあそこはどこまでいけるかですね。さあ、ビオグ一応2周目、3周目を一応まあ今頭の中でルールを考えております。時間的な問題もあります。さあ、足払い当たる。これで両手本がリーチ。さあ、張り手ズツキ。さあっと、変わらなげ、ジャクズツキ、これはきつい。下ショット、下ショット、下ショット、ズツキ当たる。上ショット、さあ、踏んだ、おいしい。ここは安定。さあ、X はそして S キャラは投げ抜きがありません。ダメージが最大で入る。さあ、あるか、ズッキ。戦いながら回復を考えてるという、まあ、そんな感じに受けられる縦勝サガット。ズッキ上から踏む。さあ、ドワー、どうなるんだ。さあ、第2位で、1本取り返した。とりあえず2周目は、3周目のことはとりあえず頭から消えました。僕とりあえず得失点差ありでこのルールで見ていきましょう、どうなるか。さあ、この 1-1 は地味にでかい。なるべくジャンケンは避けたい方向では考えております。もしも同率でかぶっちゃったら。さあ、 1-1されていなかった、申し訳ない。さあ、ピヨッタ、さあ対応を覚えた感がある。さあ、少しずつ学んできたこのキャラと。さあ、竹風スタガットが逆リーチをかけていく。足払いでいく、上ショット。さあ、ここに来てフェイントの上ショットが若干生きてきた。さあ、しかし頭突きを通していく。それでも頭突き上通すが間に合わず、どすこいどすこい、上からジャッケ。あーっと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 、危ない。うおっ、さあ思ったよりも進んだ。助かった。逆に制限して逆に上から踏む、上から踏んだー、投げたー。勝ったのは竹風エスタガット。さあ、均衡が崩れた、方が崩れました。じゃあ次、領事さんとベンダさん、とりあえず。3人リーグ戦、1周目が全員同率だったので2周目試合数得失点差ありのルールで2周目をただいま行っております。さあ、先ほど、さあ勝った領事さんが今度は竹風下がってる敗北。ここからさあ、打つところにはこのベンダーホンダに勝たないといけない。
さあしかし先ほどこの負けてる福山、残念ながら惜しくも敗れている組み合わせ、両次本田が取れるか。体力リードは現状両次本田、かなりの体力差。最後は張り手と相打ち、ちょっと申し訳ない。さあ、自宅がちょっとまだね、反映されているんですが、いません。さあ、1本、そっちと、さあ、字幕を打っている間に1本取り返していった、ベンダー、ホンダ。さあ、どうなる、最終ラウンド。ジャック・ズスキー、張り手が一発。さあ、ズツキに対してしっかりジャックスキー。さあ、体力5割ゲット。さあ、ズツキ引っかかる。ズツキジャックまで返して、ズツキからの先に動いたのは両次本田。さあ、しかしズツキで返していく。ズツキズツキ炸裂。さあ、わかんないぞ、もう。あっと、最後はズツキ決まって、まず1本取ったのはワンピーベンダイクス本田。いろいろ危なかった試合です。さあ2試合目、このままだと両輪さんが危ない。さあ体力は並んで、さらに体力同じ。さあ相打ちが2回3回なんだこれ。しかし体力リードは若干ながら両次本田、炸裂対打ちからの、この技を披露していく。ロジムソーからの、うん、なんだこれ、どっちだどっちだどっちだ、うわー、一発くらいからのリバーサル。そうなんです、繋がらないんです、あれ。さあ取ったの逆転処理、知識ですね今のは。さあ繋がらないということを知っておきながら、しっかりリバーサルで返していった。ベンダーホンダ、これでリーチ。ジャックスって返す、張り手一発から、ズッキー、さあ上から踏むんで、サバ折りからもう一度サバ折り、サバ折って、さあここ安定取っていく、さあ見合って見合って、見合って見合って、さっきより残った、これで取り返した。両次本田、さあファイナルラウンド、ベンダーホンダはここで決めた。両次本田は次につなげたい。しかし無情、おっとつながってない。さあ緊張あったか、しかし最後は飛んできたところを冷静にジャックズ突きで返して、勝ったのはベンダー X ホンダ、 2-0 で勝利。これで両次さんが残念ながらちょっと落ちてしまいます。逆だったね。では、竹風エスパガット対ベンダーエクスホンダ。さあ、このままにということで、ありがとうございます。このまま進めていただきます。ではワンピーベンダーホンダ、ツーピーが竹風エスパガット。さあ上から踏む、しかし大一丁でしっかり返していく。さあ2位から投げて、体力リードはエスパガット。ツッキー上から、さあ横終わり際を足払いにぼかして、さあ上から踏む、しかし百列を読んでいたか。ジャンプで上からかぶさっていく、出るまでどうしてもちょっと遅いのでジャンプが通ってしまった。さあ開幕、まず先手を取っていったのはベンダーホンダからの上からショットを踏む、確率で割り込んで頭突きを頭突きで削る、2回削って頭突き上から赤か、これはしっかり半角、うおうお、さあちょっとヒヤッとしたが相打ちからのしっかり見ている、鬼無双。さあファイナルラウンド、下ショット頭突き、下ショット上ショット、足払いタイプ下ショット。さあ球を巧みに使って
さあ、下ショットに対して頭突きぴったり打って、ジャクズスタイク上げて、さあ、頭突きは間に合わなかったか。さあ、2位に対して、さあ、どうだ、どうだ、頭突き、さあ、しっかり2位に対して頭突きで反応。まず1本取ったのはワンティーベンダホンダ。1位抜けを決める対決、3周目はなくなった今。さあ、どっちが1位抜けで向こうに行くか。さあ、本日のルール、 A ブロックと B ブロックの3人リーグ戦、予選を抜けるのは2人、そして各ブロックの1位と2位が準決勝で当たるという組み合わせ。さあ、激しい、アパカで割り込む。さあ、ショットジャンプ抱いて、ズッキズッキあるぞ、炸裂、さあ、縛られたいく。さあ、よく見ていたリーチ、リーチではない、失礼、1本まず先に取っていったのはサカツ・サガット。ズッキはジャンプで抜ける。さあ、本田のズッキはガードされたと反角は基本ないんですが、飛び越えられて、終わり際が着地硬直あるんで、飛び越えられてしまうと割と何でも入っちゃう。アパカ見てから返していく。さあ、足払いたいく、風風へ下がってまず1勝、これで並びました。さあ、並びましたというところで1-1。さあ、ジャックパンからまず大一丁炸裂、上ショットでこかす、頭突きで抜けていく、相打ち。さあ、おお、ピヨっている。これは台中にジャンプ台形しゃがみついて、台体側に、中体側にですかね、ちょっと覚えてない。さあ、上から踏む、上から踏む、上から踏む、わー、なんてことだ。下からショット、ここ安定取って飛び越えるからの上ショット、これはきつい。下ショット、下ショット、下ショット、勝ったのは竹風エスサガットということで、 B ブロック1位抜け竹風エスサガット、2位抜けベンダ X ホンダ、以上の結果となります。では各ブロックの2位と1位が当たる組み合わせになります。じゃあ準決勝第1試合がベンダー X ホンダと、島津屋 X デビュー、第2試合が準決勝第2試合目がアンドレ X サンギと神田ベッサガット、以上組み合わせとなりますので、よろしくお願いします。
半分減った。これで1対1。噛み合ってしまった。本田が1勝目です。はい、じゃあ竹数エッサガット対アンドレーザンゲフ。いや、いい勝負でした。
おっかない歩いてくるホンダ本当おっかないです。相手は 1P 竹風サガット 2P がアンドレ、X ザンギフ。さあ開幕あれですね、一番ラグが楽というかステージよく若干ちょっとゲームスピード変わると X は言われてるんですが、まあ新キャラのステージ、キャミーとサンダーホークとフェーロンとあともう一キャラなんだっけ忘れてしまった、はい、そのキャラのステージがね基本標準と言われております。あと DJ か、そうだ、この 4ステージ。さあそして CPU、 次の CPU 戦のステージが基本反映されるので CPU 戦があのサンダーホークだから、対戦もこのステージと。さあそういうところで、さあギリギリまで追いついた状態からさ全然歩く見えあるところ、ボディからそこのままスクリュー、ジャンプ移行モーションも投げられ判定がついている。これが X なので、基本当て投げをジャンプで逃げれない、そういうゲームです。さあそこで返すのは基本無敵技か、まあ、投げ無敵技とかそんな感じです。あと空中判定の技で逃げるなどなど、さあ一気にキャラはゲージがないとそれがないとかいろいろ大変なキャラもいますが、さあ近寄っていくザンギ一本取っているのである程度強気にいったところですが、ここはしっかりアパカで返していった。ダニカゼサガット、これで 1-1。 さあファイナルラウンド、ジャンプ台形からジャンプ台形足払い、下ショット、上ショット、下ショット、下ショット、足払いタイク、そしてナチュラルにローからスクリュー、まず一発上から、さあ高め当てからの早めの、さあアパカで切り返していく、腕を渡って、さあ飛び道具くぐっていくが、これは積んでいた。さあまず1試合取ったのは 1P 竹数 S 下がって、さあたくさんちょっといろいろ考えてたんですが、竹数 S サガットがあのブログの優勝欄に載る可能性が、そうですね、うちのゲーセンはブログに大会優勝の結果を書くんで、さあ12月の X 大会もしかしたら竹数 S サガットという誰だこいつというあいつかみたいな感じのなんかコントが生まれるかもしれない。さあジャックジャック上落としていくからのジャックダイキー、下ショット、上ショット、ジャックで落としていく、ボディプレス、おっとこれはピヨッター、もちろん難しいことはいらない中ピー投げの回らないパイルドライバー、ノーマルのタイプパイルドライバーで、まず1本取ったのはアンテルザンクです。足払いタイプ、さあ中ピーはスクリューパイルドライバーじゃなくてただのパイルドライバーです。さあ大ケーパー打ちですかね。さあここからナチュラルにスクリュー、そして橋は危険、上りボディフィックス、さあどうなる、上から回って上でよ、差し返していった形、これで 1-1。 そして竹風下がったがリーチ、下ショット、さあ引っ掛けてどうする、ジャッケーから、さあアパカー、あの当たり方は反則なし、しかしアパカーもう一度、さあ上通して足払いからのスクリュー、決まった、そして橋は危険、ボディープレス、そして食べる、最後は美味しくいただきましたと、うまいこと言ったつもりでもそんな面白くなかった。さあこれで何はともあれアンドレザンエフは1試合取り返して 1-1。 さあ準決勝はどちらもいい勝負、さあ3試合目、足払い、どっちが勝ったか、まず先手を取ったのは竹風エスサガット、上から足払いからの相打ち、若干ながら体力は早く上がって外側有利、そして足払いひねってさらに体力差を広げていく、相打ち
さあバンシング、さあ引っかかってきた、さあ引っかからない、さあ影脱いで下がらせない、さあしかし1本取ったのはワンピー竹風スサガット、これでリーチ、さあこのゲームガードモーションを取ると下がれなくなるので通称影抜いと、あーピヨッタ大中アタカーって一番最大上から最後はユチ、勝ったのはワンピー竹風スサガットということで、じゃあしまってください竹風頑張りましょう。はい、では決勝戦ということで、竹数エッサガと始末やります。このエッサガは試合をやるごとに徐々に対応を覚えていってるようなんですね。パパが出ないとか言ってましたけど、なんとかんだ言ってたんですけど、今のところ松屋龍がガンガン落ちてるところだが勝利出ない。おなぜかアパカが当たる。おこの8周期反応強いですからね、タイムに出しておけば先端が一本勝ちすることも多いというやつですね。松屋龍が取って勝利は8周を追い詰めたが上タイガーを竜巻に当てた。このタイガーの砲台が速い、しかし離れてしまったので、ここ、気がつが痛い、さあ、8秒を詰めるが、ここは、真空の合格か、ちゃんと止めが通り、減りますね、竹がつながったのが1本目、3回の止め、おお、波動をこの2で抜けるという、なかなかいいです。旅ドームの打ち合いだが、パワーに張りたい振ってしまう。ここは、カツカツちゃんと上さんが上のショットを当てる。今の入り方で、今のショットがちゃんと回復を見ているが、ここで、ストーリーで抜ける。タイガーが速い。おー、これ、もう、サマチコのタイガーショットは、シンプルです。カツ当たりが多いんですけれども。先っぽにやられ判定はないから2回当たっちゃうともう全部いっちゃう。 X は確かに先っぽに当たって傘当たりっていうのは多いんですよ。こういう意味ではこれ弱点と言っていいのかわからないけど、エスタカの怖いところかもしれないですね。両手に倒して背負ってこのまま転移しますやは空気を読まずに2018年を締めてしまうのか。そして今度は傘当たりで終わったんです。この辺はちょっと微妙なところなのかもしれないですね。さあなおも高台で真空がなかなかたまらなそうなところなのでと思っていたら垂直ジャンプとパナットの台形、これ長いし強いですからね。ライトフロードを打ってきて繋がってないけれども、この3段が入るやつは、さあ一気に3段入って終わりそうだな。これは実際は1戦目はあっという間に鍵が下がっては取り返して、これがいよいよ最後の試合になろうかなと。ドミノームの打ち合いはエッサーが有利だから、リュウがこの強奪感で下タイガーを寄せられるので上タイガーに当たらないように試
近づいていくというところがあり方ですね。さあ、シックが溜まった。なんとかパス当たりにならないところで勝てないと思ったら、また打ちになってしまった。しかし、チームの外が当てて、パスを決めた。さあ、ここから抜けられるのか、エスターは。おっと、タイムアウトと思ったら出ない。あ、今度、昇竜かと思ったらこっちも出ない。お互い体重が出ないところで、とりあえずサマットの強いライオリが当たったというところですかね。これでエスパガがリーチです。ちょっと謎の上り側の芝居プレーでトリゴールを切って追い詰められて、ここは繋がるな。さて、おお、どうした、あっさりしましたよ。これでマッチポイントですかね。さあ、今年の大会最後の試合になるであろう。さあ、サイド追い詰めて回収は出ない。ウエタイガーで勝ち負けを牽制するいかがでしまった。今度は下タイガーだと思って勝利だったんですよね。よかってしまった。そしてやってないジャンプショーパンチ、これはきつい。そして大ファンブリーチが長いし全部当たってる。キックはこれは先っぽだったな。しまったが、依然パカットが有利だと思ったら最後はやっぱりこの蹴りで締めてしまった。お疲れ様です。というわけで2018年の最後の X 大会は竹数エッサガの優勝ということになりましたね。判決なしでよろしいですか。これはいいんですか。おお、じゃあこれピンで3点ですかね。まあ僕も明日多分フォックスで残儀に当たるんで、いさき、まあ時間がないということですかね。全然にさきでも僕はいいですよ。じゃあ急遽、別にやるつもりで振ったわけじゃないけど、なぜか酸欠発生。はい、じゃあ一応お時間の都合上で一応省こうと思ってた3位決定戦なんですが、両者の強い希望によりエキシビション扱いでやってみましょう。はい、では 1P がアンドレ X ホンダ、 2P ベンダー X、 あ、失礼、アンドレ X ザンゲフ、そして 2P ベンダー X ホンダ。確かに今日この2人やってないやん。さあ、実は初顔合わせ。そうですね、同じ別ブロックでやってました。そして、お互い2位で抜けたので直接対決本日ありませんでした。さあ、なぜ突然この2人には因縁、今年なんか因縁があったのか的な、どっちもなんか割と強い希望がありました。さあ、この3位決定戦、この3位決定戦、まあ、多分お互い強い希望あったってことは勝ちたいんですよね、間違いなく。しかしここはよく見ている。鬼無双をしっかり食べていた。まず1本取ったのは 2P で、ね、そんな今年一番のお互いのなんか強い企画がありますね。3決、3決、3決みたいな。近づかれた瞬間お互い死が見える。どっちが先に変わるかみたいな。あっと、やってしまったか。ここは百貫落下で抜ける。出かかり無敵がある、だから抜けれる安心。さあ、最後は百裂。さあ、まず1本取ったのは 2P ベンダー X ホンダ。熱いエキシビジョン、そうそうないです。3位決定戦、ストレー対ベンダー。まず1試合取ったのは 2P ベンダー1本だ。上通して、ここは安定、足払い。さあ、今度微妙な前調整。さあ、体力リードは若干差が大きな側でしょうか。
さあしかし体力差広がる、これで明確に渡る、頭突きと相打ち、残り時間はまずたっぷりある、40秒もある。さあ張り切っ一発、2発相打ち、足払い、足払いですがあれ立ち台系、5台系です、ニュートラ台系。1本取ったのは、ベルダイクソンダ、これでリーチ、100です、100ポッド、ジャックマンに潰す、ジャンプ台パンチ、これはでかい。さあバニシング削って、大いちょうで投げ返しからの、さあ着地に足払い、これはしかし勝手ならず。一応あのしゃがみジャックマン頭突きと百裂が一応返せる、ただ前を間違うと大変なことに、タイミング間違っても負けてしまう、この組み合わせ、おっとどうだどうなる、上からの頭突き、上ジャンプ、ジャンプ8台パン、ジャンプ 8台パンのピオリッチが大変なことになっております。当たれば大体ピオります。あそこで使うとは。さあ一本返るのか。さあしかし試合割れして、さあしかしレンダーホンダ上を通していくか、投げ返されてしまう、そして離れる、相打ち、じわりじわりと、あーっと最後2ドットじゃないよ、2フレームの差ですね今。あと3、4フレーム同時押しをつければ多分潰れたんですが、ちょっとだけ早かったということで、3位決定戦はベンダイクスホンダで、勝利です。おめでとうございます。3位です。はい、12月月齢大会やたら盛り上がりましたということで、2018年、福津イベントスーパーストリートファイター2 X イベント以上で終了となります。あと遊んでてください、せっかくなんです。はい、ということでじゃあ大会の方は以上で終了となります。また来年よろしくお願いいたします。皆さん良いお年、ありがとうございます。はい、あと大会の配信に引き続きそのまま、あの今大会やってた台はの試合台、あの店内対戦として、あのツイッチの方でね、あの配信続けていきますんで、よろしくお願いいたします。
Round 2, fight!
来た。Fight! Fight! 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 F
Thank you.